越しありがとうございます。今日は尾形二宮八幡社ですね。種がここにありますね。あとこの石橋、二宮八幡社、尾形三郎これよし、俳優の尾形健さん、尾形直人さんの先祖で、それこそ私なんか東京に住んでた頃、尾形直人さんの、テレビ番組ですね。尾形直人さんが出てくる番組で、この文豪の市に来てですね、撮影しあったのを見たことがあって、東京に住んでた頃だったらすごいなってね、ものすごい遠いことのような思ってたんですけど、まあ、平家物語に出てくるんですよ、この人。織田巻のところで。要はなんか蛇の神様、蛇神と、地元の豪族の子供がこの尾形三郎らしいんですよ。蛇と、まあ、大蛇伝説があって、平家物語にそれが載ってるんですね。要はこの人文豪国の、木代、文豪国の偉い人を、の平家の人を追い出したりとか、あと、太宰府からも、平家を追い出したんですね。まあ、なんかね、かなり、だから平家にとってどれだけ脅威だったかってとこですね。まあ、なんか、宇佐神宮をなんと焼き打ちしたと。その多分平家を追い出そうとしてた一環ですかね。ものすごい強かったらしいんで。だから、源氏が強かった。源氏の大躍進。まあ、この尾形三郎の軍団ですね。功績という説があるんですよ。で、こういう、川越祭りとかやってですね。じゃあ、それでは、行きますかね。ちょっと。今日はね、ちょっと二宮社はね、ちょっと二宮八幡宮はですね、試験的に、これもすごいでかいですよ。試験的に録画でですね、やっぱ日露戦争に勝ったっていうのが、大きかったんですね、日本やっぱり。やっぱ苔がまた、すごいいいですね。この後ろにですね、一宮八幡があるそうなんですけど、まあ、さて、ね、一宮八幡の方に入ろうとしたら、ものすごい山道というか、なんか、車で行くのがかなり危なそうだったんで、ちょっとやめたんですけどね。なんか石垣も立派で、結構ここにみんなで集まってたというか、すごいですね。もうほんと雰囲気が広々してて、狛犬大きいですね、狛犬が。昇格記念だなって。後ろ、島だ。さて、ありますかね、こっち。一宮八幡が徒歩3分だそうですけど、ね、立派ですね、本当に作りが。ちょっとこっから、徒歩3分歩きますね。景色がいいですね。川がね、ちょっと見えないです。川が、滝が、立派な滝がありますね。うわ、すごいすごい。坂がものすごい急でね。
軽トラで上がったりとかするんでしょうけど、法律であの坂の角度って確か決まってて、ギリギリか、ああ、で越えてもいい柵だったっけ、確かいい、今日の対策の、あ、ここに書いてます。通行課の、この道路は一宮二宮の山道ですが、鹿やイノシシの侵入防止用に金網フェンスを設置しています。ロープを外せば通行できます。ロープがこれですよ。さて、やっと上がってきた。ああ、やっぱ白がありますね。このチャンネルおなじみの。ああ、建物が見えてきたね。なんか意味ありげない石がありますね。いい色の石が。さて、ここが一宮です。ここから先はちょっとライブ配信に切り替えますんで。一宮ですね。ライブ配信終了後。二宮八幡の近くの人に遭遇しました。ライブ配信で捜索した宮園横穴子のことは、隣の地区になり、こちらは九度地で宮園のことは、わからないということでした。資料の写真を見せて聞きましたが、知らないそうです。これには驚きました。資料によると20基ぐらいあるということでしたが、しかし、それ以外のことで、いろいろと教えていただきました。そして、衝撃の事実もわかりました。その今上に分かられたのが一宮。あ、はい。で、これ二宮だよ。ええー、はい。三宮っていうのかな？ええー。向こうですよね。急に離れますよね。はい。川越祭りっていうのが、あ、はい。三社が集まるので、立派な、裸で、そうそう。担ぐようなやつですよね。三宮が、あれなんですよ。お母さんになってた。ああ。一年に一回来るのに、ああ。その川を渡って来る。神宮皇后が三宮ですよね。はいはいはい。ここが王神天皇で、はい、上が中愛天皇じゃん。亡くなった方ですよね、九州に来た時に。うん、ああ、お母さんは離れてるっていう。はいはい。これいうふうに。また不思議な位置関係ですね、これね。はいはい、最近その宮戸の地へ、宮戸のから今度はもう一個向こうの峠が宮の地ですよね。宮落ち。またそこから、大型サブロック平地が矢を行って、一宮、二宮、三宮に着いたから、これを作ったとか言われて。横穴子はそんなにじゃあこの辺にあるとか、そういう話は、九度地じゃなくて宮戸の方にあるってことですかね。ね、もしあれだったら、そこを石仏の集落の人に聞いた方がわかるから。あ、じゃあ、九度地の人はあんまり入ってかんようなところに、ちょっとあるみたいな。そうそう、私は原尻に組みはあんまり知らない。そうなんですね。はい、やっぱ地区超えると、確かに、はい、やっとすんな、みたいな。勝手に入んなっちゃうけど。これで今、半分はこう、門が落ちてますが、ええ、お母さんのあれですかね、家紋ですかね。ああ。向こう側はちゃんとついてます。あ、こっちは。左は何ですか？こっちであの神ですよ。ああ、神楽殿ですか。へえ。控え室になって、こっちは神輿が直してる。ああ、はいはいはい。へえ。
ちはちゃんと。あ、やついてます。家紋がついてます。上はなんか、巴紋が、ね、社神宮とかの巴紋がね、ありましたけど。あ、三つの萌えですかね。ええー、そうですよね。それが大体、お宮でもないんですか。ああ。草のね、あれ。岡原ですね。ああ。そして、立派ですね。この石垣の上が、かまぼこになってるでしょ。ああ、はい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 。ああ、かまぼこ石。あれは岡藩のあれですよね。ええー、そうですね。岡藩から許可もらってるのが、こことですね。ええー。小木と。あ、いや、もう特別ですよね、やっぱり。ご遷移をされてたってことです。そこの家だって、もう今歩けるんですよ。そこも、やっぱかまぼこ石。平家物語に出てくるぐらいの尾形。尾形県はここに来たんですね。あ、尾形県来ました。尾形県、会いました？いや、私たちは卓球分かりました。あ、そうなんですか。尾形県が亡くなって、その翌年に、尾形直人さんが、テレビで見ました。ちょうど川越島というところに来ました。東京に住んでたんですけど、その頃、テレビで見ました、尾形直人と尾形を。なんてさ、君が来てきて、いろいろ。あ、来たんですね。その時にちょうど、尾形三郎の、これを知って、物語を書いたのを、尾形さんが書いた本があった。もしあれだったら、持って帰ってくださいって、あなたに。尾形直人さんって、テレビの中でどっかお参りをしてたんですけど、二宮ですか？あ、そこなんですね。へぇー。それで、尾形直人さんが。腰掛けてたのは、この最新箱のこっちで、腰掛けてる写真とか。尾形健さん、この辺にいたんですね。そういう、この下ですね。ライト橋のとこに、あそこに、あそこにですね。本当に面白いね。尾形健に来てます。けど、指令と来て、指令と書いたんですね。もう、大騒ぎになりますもんね。あんなすごい人来たら。二つ鳥居が重なってるでしょ。はい。その下の鳥居は、本当はそこの、途中に大きなのあるでしょ。ありますね。あそこにあったんですよ。ああ。だから車社会になったら、あれだったら車が通らんからね。ああ、はいはい。あれをこっちに移動したら、ここにも書いてありますから。あ、すいません。はい。参道の大鳥居というので、滝の鳥居とこれを作った人が同じ人なんですよ。あ、そうなんですね。風将軍道のがあって、はい、その人が、ここは参道なのに、鳥居がないのはちょっと寂しいというので、あれは中野とは寄贈したんですね。古将さんって名前も古代の古い記録とかにね、名前が結構出てくる、立派な家の方ですよね、なんか。それこそ偶然作ったのか、計画して作ったのか、その、太鼓橋の下ですね。見たら、はい。パッと見たら、神殿の扉が見える。はい、はい。そういう作りを。あ、下から見えるようにってことですね。あ、下から。してそうですね。下から神殿を見えるっていう。さすが。それが計画的に崩ったのか、偶然できたのかわからんけど、とにかくあっこから、下から神殿が。宮大工っていうか、結構。お宮はまずない。私自身も宮大工さんが作った家なんですけど、この辺でなんか幽霊出たとか UFO 見たとかそういう話はないです。冗談ですけど、ないですね。そういう噂もよく聞くんですよ。水のないとか。あ、じゃあどうもすみません。いえいえ。ちょうど話。ここから管理に、六軒新っていうのがあるんです。はい。そして、これから下が、高倉が六軒あるんです。そして、お宮と一緒に新と高倉がついてきたと。新ってどんな字を書かれてるんですか？すごいじゃないですか。はい。そして、こっちは高倉。旗氏の旗ですよね。はい、新の始皇帝の新ですね。新さんでございますが、すいません、失礼しました。歌神宮から、あれしたとか言うけど、一緒に、ここに来てきたっていうので。武田の宮戸八幡もそういう人がいるんですよ。宇佐から来たって人が。大昔は、神輿担ぐのは、本輿12名しよったんですね。だから、新と高倉の長男のみが、6人6人で12名で担ぎよったと。ものすごい大切な話を言うんですけど、もう大好きでそういう話を。話を。けど今ってもうそういうの知らないじゃないですか、みんな。ねえ、だからもう本当聞いて待っててですね、感動しますね。本当にありがとうございます。すいません、もう。なんか、あったら、
参考にして。ああ、どうもすみません。ありがとうございます。いろいろ研究してるわけじゃねえけど、ただお見合いだから、いろんな、ね。もうたまたまじゃなくて、すごい人ですよ、絶対。すごい血筋の家の人に。間違いなく。あ、大変失礼しました。はい、また、もしかしたらなんか聞くかもしれないんで、すみません。降りるときガリッチューかし。あ、じゃあゆっくり行きますね。かなり。コンピューターときには上に止めた方がいい。ああ、わかりました。これで上がって、どこに止めたら大丈夫。すみません、はい。ありがとうございました。